どうも、ヤギです。お久しぶりです。全く同じ動画かと思ったでしょ。まあ、全く同じゲームなんで、そりゃそうなんですけど、リマスター版が出たんですよ。なんかいろいろ変わってて、まあ、まず今まで入ってた DLC が全部入りになってる。こんな出てたの？こんなに出てたの？あと、シティバレー、シティベイとか、この辺は全部そうやよね。あ、宇宙のもあったな。久しぶりに見、ゾンビのもあったな。 MMO もあったわ。バックトゥースクールで何やったっけ。もうまあいいや。せっかくなんでグラフィック設定を最高に上げてみました。おお、久しぶりやな、このフェンス壊してる感じ。痛い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 。お、久しぶり。何年ぶり？だってこれゲーム出たの10年くらい前じゃなかったっけ。すんごい久しぶりやな。俺結構発売されてすぐぐらいにやったはずやから。痛い痛い痛い。で、あー、これね、上でね、スペースキー押しっぱなしにするとジャンプ力は無限に上がってくるね、確か。そもそも、一番最初にこのゲームが発売されたタイミングでは、このマップしかなかったんですよ。で、このマップ自体もアップデートでちょっと拡張されてった後で、急に DLC とかで新マップが出てきて、痛いです。このたわけた BGM を久しぶりに、痛い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 。野生動物を引いたら警察に電話せ、ちゃんと。あー、なんかこの影の感じとかグラフィック上がってる気がするな。このゲームでグラフィック上がったからなんなんて気がすんねんけど。一応アンリアルエンジンっていう最新のエンジンを使って作り直されたらしく、あー、確かに言われてみたら葉っぱのグラフィックとかめっちゃ綺麗になってる気がする。えい、あー飛びます。はい、ありがとうございました。わー、結構飛ぶな。こんな飛ぶんや。スタート地点帰ってきた。人と会いたいな。これ上上がりそうやな。ファンからファンにジャンプ。あー、なるほど。このファンからファンに、あー、ファンからファンに、ファンが、いたー。あー、ちょっと待って、金のヤギがある。金のヤギの回収しとこう。じゃあ、これ今、ヤギの首、あー、ヤギの首が、あ、でもヤギの首、おかしな曲がり方してない気がするな。あー、してるわ。ごめん、してる。してるしてる、大概してる。お、人間や。こんにちは。連れてっか、一人ぐらい。セバスチャン、一緒に行こうや、行けるとこまで。お、出た、コーヒーステインスタジオ。もともと、最初にね、このゲームを上げた時、結構前ですけれども、たくさんの方に見ていただけた動画やったんですけれども、あの動画で言ったんですけど、もともと、あれなんですね、これ、ゲーム作ろうと思って作ったゲームじゃないんですよね。新人プログラマーの研修みたいな感じで作らせたやつがバグまみれになって、なんかインターネットで動画公開したんやったかな。それがなんかすごい大受けして、で、じゃあ実際発売してみようみたいな感じで出たゲームで。あーあー、なんか違うゲーム、違うゲームじゃないこれ。違うゲームの画面映ってない。サティスファクトリーじゃないこれ。なんかヤギのイメージが強すぎてわけわからんゲーム作ってる会社って思われてるかもしれないですけど、一応サティスファクトリーっていう結構有名な自動化シミュレーションのゲーム作ってたりとか、あと、何だっけ、バルヘイムか。バルヘイムとか、何だっけ、ディープロックギャラクシーみたいな結構有名どころのゲーム。その辺は確かこの会社が作ってるんじゃなくて、この会社が販売してるだけで、作ってるのは別の会社やねんけど、みてえな感じで、実は、ゲームやってる人やったら、おなかなか有名タイトルやんけ、みたいなところのゲームをね、関わってたりとかするんですよ。こんにちは。かわいい。ニュースキンアイデア。かわいい。スペシャルを押してパタパタする。ああ、遊べる遊べる遊べる。ここか。あ、これ、フラッピーバード。痛い。ちょ、やりたい。フラッピーバードを無限にやりたい。これ、流行ったよね、一時。この、ジャンプだけで隙間抜けていくゲーム。はあ、むず。え、むず。三つ目までは抜けさせて。はい、はい。ああ、よかったよかったよかった。もう、この動画終わってもいい。これ、ここで、勤めている、スタッフの、これ、それぞれの人に、ラスマス。名前ついてるからさ、もしかしたらほんまに開発スタッフの名前なのかもな。どういう気持ちなんやろ、自分の、エアキーボード売ってるあの人。確かにグラフィックはめっちゃ綺麗になってる気がすんねんけど、なんかモデル、キャラクターのモデルとかは、以前のものが使われてる気がするな。キャラクターの顔とかだって、怖くない？ほら。え、なんか怖っ。どうしたどうした。こんちださん連れてっこう。おっ、これは、こんちださん。通れ。
いやいいですね、久しぶりにやったわゴートシミュレーターそりゃそうやわな、このゲーム常時遊んでる人怖いわ。ということで、ああ久しぶりに見たぞ。せやん、こいつはしご上がるときは頭おかしやがるけどさそうやった、怖っ。久しぶり、これ確か上になんかあったよね。ああそこになんかあるな。基本的に本当にリマスターというか、あのグラフィックは綺麗になったよっていうのと、で DLC が全部入ってるよっていうだけで、まあなんかその新しい要素が追加されたりとか多少してるっぽいんやけど、どこやろ、なんか新ヤギが追加されるみたいな。うおー、これで帰ろう一回。あ、こっから行ける。よしよしよし。うわー今何がうわ唇今。よし、オッケー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 、ここに来れれば、ここに来れれば大丈夫。あ、ダメかも。え、あの中どうやって入るの、難しくね。なんか屋上で揉めてる。喧嘩はやめろ、仲良くしろみんな。なんか あの中になんかあるよね、このゲームね。あ、ちょっと待って、今その下でマイケル・ベイ見つけちゃったから、さっき後でマイケル・ベイしに行くね。その前に一回あの中に、次行ける、無理かも。なんか自由にね空を飛べるアイテムがあったような気がするんですよ。そしてそれがこの工事現場の上とかにあった気がするんですけど、どこやったっけな、さすがに覚えてないな。もしかしたら俺よりも動画見れた人とかの方が覚えてるかもな。もしくは現役で未だにこのゲームやってる人がいたら詳しいかもな。怖っその人。ん、あ、これや、ジェットパック、これ覚えてるもんやな覚えてるもんやけど、これ確かあんまり制御聞けへんだよね。おーおい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 、ありがとう。あーあー、宇宙へ。あーはははは、どうもどうもどうも。あ、久しぶりに見たこのヤギの家、この謎のタワー、これ本当にあるらしいですね海外では。こうして一回上上がるでしょ、上がってで向きこっちにして降りた瞬間、おるあー、なんか爆発した。おお、入った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 、こちょこちょこちょ、やっと入れた。うわ、どうも、出ていけー。何やお前やんのか君は何や、入ったら多分俺のこと吹き飛ばそうとしてたよなこいつ元気、何や何や君は、見せ物やないぞ。大変 G2 が壊れちゃった、どこか修理してくれるところに行かなきゃ。あ、マイケルベイすごい、なんかあのバカ、ちょ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 、あ、すいません、飛んじゃった、と間違って飛び、ちょっと燃えてるヤギがロボットと一緒に飛んでる。他のヤギの回収とかにも行きたいですね。バックトゥースクールってこれは何知らんかもえ、知らんかも。右の人の体感すごくないえ、まさかここに来て俺が知らん DLC の存在を知るとは。こんにちは。すべての DLC が入っていますって言ってたから、多分あったやつなんよな、ここに。高校にヤギが。お、こんにちは。何してんの、こいつら。何してんの ?3 分の2が管楽器なことある？あ、すげえ、タグコとかあるやん。いいね、ドラム。なんかやってんのかな、学園祭的な。ことを、じゃあちょっとお邪魔しようかな。ゴートバリーハイスクール。わあ、なんかアメリカの学校ってマジでこんな感じなんかな。怖。入り口広くて怖。あ、ごめん。キアンサーネームごめん。反射的に視界に人が入ると反射的についちゃうねん。ごめん。もうほんま俺じゃないね。悪いのは。お、こんにちは。ライブラリー C。あ。図書館？図書館やから静かにしてねって言ってる？くせえ！うらぁ！おいや！お前もここでやるんだよ！音楽をよ！な！一人増えたぞ！まあ、このゲームなんか DLC で新しいマップ増えましたとか、なんか結構できることがいろいろ増えたりとか、それなりにマップごとにあの面白いイベントがあったりとかするんですけど、まあ、結局のところやることヤギなので新ヤギを見つけたいし、こいつ完全に固定されている
俺が振り回されているだと。これなんなんやろ。赤はなんか爆発するよみたいなこと書いてあるけど、本当だ、本当じゃん。え、じゃあこの緑のこの変にあるよは何。え青は、青はてなって書いてあるけど基本的に俺へはダメージはないさてとえ、嘘え、なんやここ嘘 F12 ファンクションキーみたいな部屋何があったの。デテンション捕まってる部屋。こいつなんてお楽しみ中に捕まってるやんかわいそうにな。ちょ、さすがに檻は無理やな、ヤギの力じゃ。え、でも出してあげたいな。出してあげる方法はないんかな。鍵みたいなんがあれば出れたりとかするのかな。生徒を解放しよう。あ、出た先生こづいたら出せたわ。お前が全ての管理人やったんか。まあ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 、かわいそうやからな、高校生にして早すぎるよ。高校生にする罰じゃないよ。あ、ごめんごめん、バーナー投げたら燃えちゃった大丈夫大丈夫、はちゃめちゃに燃えてるけど。このバーナーいい商品やな、持っていこう。借りてくで。この町が大炎上したとしたら俺のせい。ああ噴射してる令和やのにあ、悪やと思ってる本を。やめろやめろお前、そんな時代じゃないやろもう。あかん、ヤギは無力や。ここで油を提供するぐらいしか俺にはできへん。くそー、貴重な歴史を記した書が、もしくは手塚治虫の漫画がって思ったけど、俺もそういえば火つくもん振り回してたわ。やっぱ火って落ち着くよね。火っていいよな。お、体育館か。ちょっと見ていきますか。ジムナジウム。なんか思ってたよりがっつりやってる。こんにちは。あ、すごい、プロ根性すごいこの程度じゃかっこええ。俺もああなりてえな。何やってんのこれ、具体的に何やってんのメタシャールねこんにちは。野獣を解き放て。こいつを解き放ってあげたいけど、どいつ解き放つんやろう。ああ、これお、これでこう、あ、野獣さん、これ野獣先輩、もう一個上か、上やな、屋根上、あ、これや、よし、行け。学校のマスコット、行け行け、おい、いた、なんかこれ蹴ってくない、なんか蹴ってくる、え、蹴ってくる何じゃおら、おい、バカがよ、おら、おい危ない。おお、運動場か。おお、なんかごめん、何のスポーツか分からんけど、とんでもない点差が開いてんねんけど、なんかすごい腰入ってないのよな。いや、でもすごい、何の、これ何の大会、ラグビーか。ラグビー分からんのよな。なんかよいしょ、どういうこと、な、謎のテクノロジーで、え、要はボールをこの中に入れれば、よし、KO! やったー。ゲームセット、マッチ。なんか、点は徐々に入っていってる。でも、得点板が動けへん。なんで？ここってなんか遠くからキックして、この中に入れたら点入るみたいなやつじゃなかったっけ？いや、ごめん、俺ラグビーほんまにわからんねん。あと、観客が信じられへんぐらい嘘やわ。昔のパワプロの観客席みたいになってる。嘘は嘘で構わんけど、もっと数用意してくれへんかな。よいしょ、ちょっと待ってよ。あ、ごめんごめんやで。あ、ごめん。この上にあのファンがあるから飛びたい。
ファンがあるから飛びたいって自分で言うてて一つも理解できへんねんけど。これで、あ、野球のバットとかあるやん。バット欲しい。ボールやったこれ。あ、これはやったー。かわいい、かわいい。いた。でこのゲームってやっぱそこら中にあのいろんな このゲームって結局そのいろんなところにヤギがいるんですよ。さまざまなヤギがいて、そのヤギを回収して、でヤギを組み合わせれるんだよね。ごめん、自分出てて何言ってるか全然わからないけど、まあほんまにそういうゲームなんで。わわわわ、すげえ吹っ飛ばされた。なんかいろんなところにあるであろうヤギを回収していきたいのよな。結局ここに戻ってきたわ。ここが一番落ち着くわ。なんかいろいろ DLC もあるけどね、多分大半の DLC そもそももう動画でやってるしな。まあそんなこと言ったらここも特にやってないけどあれ、これヤギってどうやって集めるんやったっけ。トロフィーやったっけ。なんかトロフィーが数が揃えば、これなんかワープできたよね確か。おお、久しぶりに来た、こんにちは。えい、どうも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 、あーどうも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 、あーあーどうもどうもどうもおおおおおお、 R で家来を呼び寄せる。え、家来来い、家来、家来使えな家来使えな。お、なんか集会やった。コツルル守れよ。こんにちは。ノーポインティーフード。ポインティー、ポインティー、ポインティー、先の尖っただそうです。尖った食べ物をやめろっつってる何の集会な、うん、子供たちのことを考えろ先の尖った食べ物をやめろ。そうだ、そうか、まあいろんな考える人たちがいるよな。あ、じゃあちょっと増やしときますね。一応やっぱこういうのって数折った方が見栄えと思うから、一応たくさん呼んどきますこれうちの家来たちなんですけど、使ってください、ほんまに使ってください。うまいこと全然あの集会に集まった人の数としてカウントしてもらっていいんで。あ、これか、突然変異。あー、もうなんかいつでもなれるんや。でトロフィーか、やっぱり。はい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 、なるほどね。というわけでこれもヤギです。首が長いタイプの。こんにちは、ヤギでーす。おこれ何やったっけ。え、ラウンド2。おお、戦い。おら、お、あ、あ、見ろ、お、この、この俺の前足はいはいはい、こう、こう、相手を、相手を吹き飛ばして、おい、おら、おら見ろこの体重差をお、お、お前はすげえタフなヤギ。やった、最強のヤギになりました。これズツキした時ありえない量飛んでいくんやからまあ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 、すげえ、見てくださいこのケツの筋肉。あー、なんか回ってる車あったな。勝負じゃ、おら、俺はすげえタフなヤギ、おらちょちょちょ、三重にねじれたどうもヤギでーす、こんにちはいや、なんか卵ヤギが最初から解放されてたからまあ基本的にあのトロフィーを集めたら解放やな。でやっぱこのゲーム面白いのが組み合わせれんのよなこれとこれとこれとムキムキヤギも、あーでもなんか優先されるやつがあるな。こいつとこいつ合体したらこっちが優先されるみたいなもありそうジェットパックついてるあー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 、家来の召喚をします。あーあー、痛い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 、すいません、道路汚してすいません何やねんこのゲーム何の絵やねんこれ、危ない。このゲームの面白いって基本的に30分しか持てへんからさいや、人による、人
人によるけど、もしかしたら10年間ぐらいずっと面白い人もいるかもしれんけど、俺の場合は30分ぐらいで、ああ面白かったってなるから、久々にやるとやっぱ楽しいな、30分間だけ。このリマスターエディションね、あのまあ久しぶりにあのヤギを遊ぶ人へみたいな感じで、あの相変わらずあのこんなゲームを買うなってソフトの販売ページに書いたんだけど、こんなゲームに金を無駄にするなってでっかく書いたんだけどさ、確か元々のオリジナル版が発売されたと同じく、こんなゲーム買うんだったらレンガでも買ってた方がマシだよみたいな文章そのまま載ってて、ちょっと嬉しかったんけどさ、ただこのゲームあの聞いてほしいんやけど、3000円してん。元々のオリジナル版ゴートシミュレーター持ってる人やったらアップグレード版としてちょっと安く買えてんけど、それでもなんか2500円ぐらいして、動画1回で終わんのもったいないなって思って、あーちょっとあそこ入りたいんやけど俺がでかすぎて入られへん、マッチョになるわ。はい、マッチョになりました。よし、焼き鳥あと2個か、2個で次のやつ見つかるな。あーさらにもう1個、えいよい、どうもー、もう一個ぐらいあるやろ、なんか入り口もろもろやったわ。なんかこの中とか多分どっかに、これ上がらへんか、上がらへんか、垂直の壁やったらね、ウォールランでいけー、あいけるいけるいけたいけた、ここどっかにないか、あここから入りそう、オッケーオッケー、羽毛ヤギアンロック、納得？羽毛ヤギ、羽毛ヤギ。一つもわからん。あ、もちろん家来は召喚できる、俺女王やから。誰やねん路上散らかしたやつ、片付けよ。足速っ。足速っ。あ、ピッチングマシンあったなこれ。これピッチングマシンってヤギじゃなかったっけ？そうやんな。で今、R ボタンを押すと、家来召喚しつつ、ボール発射しつつ、後ろのジェットパックがキック作動する。どうも、私は羽毛ヤギ。めちゃくちゃや。もうめちゃくちゃや。このステージだけでもまだ行ってないとこ結構あるしね。うん。いや、まだまだやり込めるいいゲームですよ。やり込むっていうのかな、この、ちょっとわからん、なんか。俺にはちょっとごめん、分からんねんけど、あでも羽毛ヤギ楽しいかも、足速い、足速くていいなん、あと入れるな、ここな、入るか、飛ぶわ、科学の不思議、せやな、不思議じゃないことないけどな、今んとここの画面に。何かと思ったら頭や、俺の、これ僕の頭です。さあというわけで、ストーンヒンジを見つけました、どうもどうも、あーあ、ゴート返事、ゴート返事です。ここもなんかあったような気がすんねんけどな、ゴート返事を荒らす。完了、完了じゃないよ。というわけでゴートシミュレーターの賞味期限がだんだん切れてきました。いやいいな、でもなんかちょっとだけ遊んでハハハって笑えて、あー楽しかったって言って終われるの、ゲームで一番いい気もするわ。マジでこのゲームまだ続くんやな。でもゴートシミュレーターってもうみんな知ってるもんな、っていうのすごいことやよな、すごいゲームやったんやな実はってなるわ。当時は半笑いでやってたけど、ちょっと続きやるかどうかはわからないです。なぜなら続きをやる必要が全くないからです。全くないので、じゃあ爆発落ちということで、ありがとうございました。